みなさんこんにちは。ナンスチャンネルの時間です。 YouTube の動画投稿が多分4本目ぐらいなんやけど、挨拶考えないといけないんですけど、なんかいい挨拶あったらコメントに書いてください。採用するかもしれません、わからんです。で、今日はカバンの中身紹介をやっていきたいと思います。今日は普段のオフの日のカバンの中身と試合の日のカバンの中身を2つ紹介したいと思います。やっていく。はい、じゃあ試合のやつ、カバンの中身が紹介したいと思います。まず試合はこのチーム全員一緒のサッカージャンキーのカバンですね。結構収納があって便利です。で、みんな一緒で分かんないんで、この友達からもらったすだちくんのキーホルダーと、ファンの方にいただいたユニフォームのホームとアウェーのキーホルダー、ここにつけてます。あ、ここにキーホルダーつけるけど、このカチっていうのが閉まらなくて、基本ここはいつも当ててます。で、さあ外から、ここにはミラースと日焼け止めを入れてます。で、ここはちょっと前のポケットは何も入れてない。はい、じゃあ上にあるやつから、ドライヤー。これね、もうね、めっちゃ古くて、こことかテープで留めとんやけど、まあ使えるものは長く使うということで、これいいドライヤーなので、電源がつかんくなるまで使いたいと思います。まずドライヤー、シャワー浴びた後にね、びちょびちょで帰れないんで。で、これがあれですね、シャワーセット、試合終わった後のやつ。これは洗顔とクレンジングが一緒になってるやつで、極力荷物を減らしたいので、ツーウェイみたいなやつで、これは洗顔のやつ。次は、まあ、シャンプーはね、結構使い捨てのやつ、1回分のやつ便利なんで持っていきます。荷物減るし、帰り結構こういうサンプルみたいなぐらいのサイズが使い勝手よくて使ってます。で、これもサンプル、なんか入っとった韓国の化粧水とクリーム。試合後はね、そんな、とりあえず乾燥専用にやるだけなんで何でもいいです。で、ドライヤーの前のヘアオイル、オージュア、これいい匂いです。いい匂い。あとは歯磨きですね。試合前に補食食べた後に歯磨きするので持っていきます。これは、このポーチは3COINS で買った300円なんやけど、あ、ちょっと間違えた、サンキューマートや、サンキューマートで買ったやつ。ちょっと前、前に買ったからボロボロやけど、めっちゃ入るし、ペティちゃんかわいいし、お気に入りです。で、これにこう全部入れて持っていってます。で、一番大事なユニフォームたちは、これかわいいんですけど、一発で受注販売してた、これなんていうの、ランドリーバッグだ。ランドリーバッグ、シールは、うん、買いました、自分で。で、この中にまずアプリと、このユニフォームですね。前後半で着替えたいので、上と下2枚ずつ入れてます。あとはソックス、ここ切ってるんで、下の部分、これはアクティバイタルっていうところのソックスなんですけど、グリップがしっかりあって、これをこのランドリーバッグに入れてます。もう買えるのかな、これは。受注は終わってしまってると思うんですけど、また来年とか機会があれば。すごい便利なのでおすすめです。これに入れる感じですね、試合は。あ、あと試合はあれや、でもホームの時は移動が近くて
あんまり音楽とか聞く時間ないし、控え室みたいなところでもちいさんが歌をかけてくれるので、あんまり使わんけど一応持って行ってます。エアポッツぐらいです。じゃあ次、オフの日のかも。次はオフの日の、結構こいつの出番が多くて、お気に入りのカバン、あんまカバン持ってないんですけど、こいつは出番が多い。で、まあ見ての通り小さいんで、中身はほとんどそんなに入ってません。はい。まずは、移動の時に音楽とか聞くんで、AirPods と、ま、ハンカチ。これなんかね、お母さんにくれた。猫がついた。こういうキャラじゃないんですけど、くれたけど、使ってます。で、あとはちっちゃいカバンにしたので、ちっちゃい財布。こんぐらいのサイズ。重宝してます。で、この日のカバンほとんど何も入ってない、一瞬で終わってしまうんやけど、これはね、なんかね、あやなくんの時にファンの方にバレンタイン買われたで、なんかここにチョコが入ってた気がする。このね、カバンにちょうどいいけん、めっちゃちょうどよくて、これはもうこのカバン専用のポーチみたいな、ミフィかわいい。で、この中にはほんまに最低限リップと、YouTuber みたいにしていい？あ、映らん。ブラセルボークのディグニファイドリップス23番、なんかこういう色。あ、 YouTuber っぽい。こういう色で、なんかね、今つけとんやけど、どこに行くんだろう。なんかこの、ちょっとね、透明感あるシアな感じ。なんかこういうリップが好きだったんやけど、今年これ買ってこういう色も可愛いなと思ってチャレンジしました。おすすめされたので、まあリップと、あとは一応パウダー、カラキャンメイク、めっちゃ映ってる。あ、なんか汚い。さっき紹介したこのベティちゃんのやつ、ここにね置いてるから、これと、これはね、パウダーと、ほら、眉毛。なんか、一応、使ったことはないけど、眉毛のあのパウダーなんですけど、あの、お出かけした先であんま眉毛描いたことないけど、切れた時がね、絶望的なので、これは、なんか、お守りみたいな感じですね。なんか、に行かないんですよ。で、行った時、普段から。だからトイレに行かんイコールお化粧直しもあんまりしない。するタイミングがないので。まあでも、一応ね、持ち歩いてます。リップは塗るんですけどね。そんな感じですね、オフの日は。うん。あんまり持って行ってない、普段。あ、鍵か、鍵。家の鍵を入れるぐらいですね。こういう感じで。もうね、パンパン。ほんまに入んないって感じですね。今日はサッカーの時、試合の日か、試合の日とオフの日のカバンの中身紹介でした。じゃあ今日もご視聴ありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。